おはようございます。今日は12月の21日の火曜日ですね。今日の鶴岡はちょっと雨が降ってるような状況です。少し温度も暖かいですね。だいぶ雪が溶けて、道路の雪はもうほぼ全部一旦溶ける感じですね。また明日から雪の感じの天気予報でしたが、で今日の一品なんですけど、ホットプレートを使ってじゃがいもの、じゃがいもとチーズとちりめん野沢菜のこういったのがありますので、そちらとあと豆腐を使って、せんべいみたいな、カリカリせんべいみたいなのを作っていきたいと思います。でちょっとこれホットプレート温めておきまして、あで予熱してきました。先にですね、今日はバターを使っていきます。よいしょ、バターはこれですね。でここにじゃがいもを細切りにしたものを入れます。ちょっとこんな感じで、バターをなじませます。じゃがいもはカリウムもあるんですけれども、ビタミン C も多い食べ物で、熱に強いビタミン C と言われてます。で豆腐なんですけど、まあ適当ないい大きさに切って、こんな感じで切っていただいて、ちょっと水分をキッチンペーパーに、よいしょ、木綿豆腐です。よいしょよいしょ、水分を取っていきます。高野豆腐でもいいですね。高野豆腐繊維質も多く、こんな感じですね。今日じゃがいも薄切りなので結構早くなじみますね。でこれ野沢菜のごまとしらすが入った、小魚売り場とかに行くと売ってありますので、なおこれでカルシウムと、で塩分はですね、この小魚の野沢菜の塩分ありますし、バターも塩分あるので特段何も入れたりしないです。でここに豆腐を入れていきます。豆腐もタンパク質になりますので、でここにですねチーズと溶けるチーズをかけてカルシウムアップにします。でこれでチーズが溶けて豆腐が火が通れば出来上がりです。よいしょ、フライパンでももちろん OK ですので、ぜひ簡単ですので、しかも
あのタンパク質とカルシウムとカリウムとさまざまいろんないい栄養素がいっぱい入っているので召し上がっていただくと嬉しいかなと思います。よいしょ。どうでしょう。もうちょいですね、はい、うん、いい感じです。さて12月も毎日同じこと言ってますけど、あとわずかですけど、皆さん体を動かしてますか、うん、少しあの背伸びをして、これあの理学療法士の佐藤渉先生に聞いた運動なんですけど、本当肩回しとかねしっかりしていくととても体も温まるし血流も良くなって体が温まるので、ちょこっとの間でするととてもいいと思います。昨日はあの健康教室で、あ、こんな感じですね。あ、いい感じです。瀬尾医療連携事務所の瀬尾社長のコーディネートで渉先生とご一緒しました。とても楽しい健康教室でした。よいしょ。このチーズがね、よいしょ、すごいことになってますよいしょ。ここは編集であの綺麗にそのままねホットプレートから分け分けしながら食べれると一番いいかなとは思いますけど、よいしょ。こんな感じで、あの見た目よりずっと美味しいのでぜひ試ししてみてください。カリカリのところもあればしっとりのところもあってですね、ちょっと寄りますか、こんな感じです。はい、よいしょ。今週はですね25日あのクリスマスということで、みんなの空さんのお子さんと先生たちが寄ってくださるということで、クリスマスのなんかお歌を歌ってくれるということで、とても楽しみにしております。はい、ではまた明日ですね12月22日にお会いいたしましょう。ごきげんよう、さようなら。